エスクアイアでまずは走り始めました。そうですね、まあ、最初の印象としてやっぱエンジンですね、このバルブマチックを使ったエンジンは下からトルクはあるし、意外と踏んでいくとというか、まあ、回転が上がっていくとですね、乾いた気持ちいい音が出てきてですね、なかなか悪くないんですよね。本当にトヨタ CVT の制御もうまいので、これはこれでよくまとまってるなぁと思わされますね。今結構実は人数も乗って走ってるんですけども、力も十分にあると思います。アクセル全開じゃなくて本当に3分の1ぐらいしか開けてない領域でもきちんとトルクついてきますし、いいなというふうに思わせます。まあ、エスカイアだけではなくて、まあ、ベースとなったと言っていいでしょうね。ノアボクシー今の方になってね、本当にこうシャシーがすごく性能が上がりましたよね。床を低くするためというのもあるんですが、プラットフォーム車体のこう基本部分をねほとんど作り直して、さらにね走りとまあ快適性のためでもあるんですが、スポット溶接なんかもかなり増やされていて、まあ、ボディのね箱がすごくしっかりしていると。まあ、それがあって、まあ、フラフラしたりするようなことのない、割と素直な破綻のない走りを実現しているなというふうに思います。ただまあその一方で乗り心地はちょっと固めですね。細かい路面の荒れた感じというか、ちょっとうねったところなんかはかなりダイレクトに伝わってきますよね。まあそこはちょっと残念なところとは言えるかなと思います。非常に運転していて角がないというか、どこがとんがったね特徴があるわけではないんですけども、まあ、非常に扱いやすい車ということは言えると思います。まあこの車ね、取り回しなんかも非常にいいので、まあ、視界が良かったりとか、それこそね斜め後方までとかもすごくねこうよく見えたりするので、まあ、なかなかね実際の使われ方を考えると、うん、いい落としどころなんでしょうね。エスクワイアの2列目シートで、今ちょっと走りをね味わっているんですが、まずはねこうやっぱ視界の開放感がいいですよね。室内が、まあ、明るくなるというか、外がね天気あんまり良くなくても光がいっぱい入ってくるので、なんか閉じ込められてるなという感じとかはなくて済むという感じです。でね、特にこうサイドウィンドウがすごくこう大きくて立ってるんで、圧迫感がないのも効いてるのかなと思います。乗り心地ですね、肝心な乗り心地の面でいうと、硬い柔らかいでいうとすごく硬いと感じるということはないんですが、なんか細かい突き上げ感がちょっとブルブルとした感じでお尻にずっと伝わってくるような感じは正直言ってありますね。今回乗ってる車は2列目シートが3人掛けとなる、まあ、8人掛けの仕様になってます。その他にね2列目シートがキャプテンタイプとなる7人乗りがあるんですが、特にねこのエスカイアの、まあ、GI というグレード、リアシートも合成比較のレザーっぽい感じで貼られてますので、今みたいなねワインディングロードに近いところ、コーナーが連続するようなところ走ってると、まあ正直ね体が左右に持ってかれてホールド感みたいなところは、まあ、今一つかなというところはありますありますが、最近キャプテンシートの車多いなと思ってた中で、久しぶりにこうベンチタイプ乗ったんですけど、まあ、ミニバンならではの開放感とか、ちょっとねリラックスして座ってられるところみたいのはね、これはこれで8人乗りいいなとちょっと改めて思っちゃいましたね。まあ、もしね、まあ、それがちょっとね物足りないとか、もしかしたらこうやって山の先にある、まあ、別荘に行くことが多いよとか、キャンプ場に行くことが多いよという人はね、でしかも8人ぴったり乗ることがないんであれば、まあ、キャプテンシートを選べばいいのだし、まあ、ベンチタイプはねこの開放感を考えると、うん、これはこれでいいのかなという気がしますね。